キュステンディル州、キュステンディル州、キュステンディル州、ブルガリア語、ラテン文字転写、アブラストキュステンディルは、ブルガリア南西部に位置するブルガリアの州。西にセルビア及びマケドニア共和国と国境を接する。キュステンディル州は、ブルガリアの南西部に位置し、その面積は 3084.30km で、ブルガリア全土のおよそ2.7%を占めている。 人口は173,889人を数える。キュステンディル州は、ソフィア州、ペルニク州、ブラゴエブグラト州及び、マケドニア共和国、セルビア共和国と接している。州の政治、経済の中心は、州都のキュステンディルである。州の地形的特徴としては、険しい岩山や山脈によってそれぞれ隔てられた、いくつもの肥沃な谷と渓谷がある。 州の北部及び西部は、キュステンディル辺境、キュステンディルスコ、クレイシュトと呼ばれ、ミレーブ山脈、ミリベスカ、プラニーナ、ジュデン山脈、チャディンスカ、プラニーナ、ゼメン山脈、ゼメンスカ、プカニーナ、コニャボ山脈、コニャブスカ、プラニーナなどの山々がある。キュステンディル辺境は南へは、ビストリツァ、ビストリートスサ、川のドラゴビシティツァ、ドレアガビシティツ渓谷、 およびリセツ、リーセッツ、山まで伸びている。州南部は、オソゴボ、オサーガボ、ブラヒナ、ブラニャ、北西リラ山脈があり、その間にカメニツァ、コマニーツェ、キュステンディル、ドゥプニツァ平地がある。キュステンディル州は、花崗岩、粘土、化石、鉱石が豊富に出土する。金属類を多く含む鉱石はオソゴボで、活旦はボボフドル鉱山で発掘される。 粘土の堆積層は、ネベスティノシチェテルツチ村、キターチ、ドゥプニツァシアヒノボ村、ヤヒーノボ、キュステンディルシドラゴビシキツァ村にある。しかし、州で最もよく知られているのは光線であろう。キュステンディル、サパレババニア、ネベスティノ、チェテルチ村には、温泉がある。コチェリノボシストブ村、ストブ、には、ストブのピラミッド、ストブスキー、ピラミジ、英語、ストブ。 エスピラミズと呼ばれる天然の祈願群がある。キュステンディル州のほとんどの地域では内陸性の気候となっており、高地ではよりその傾向が強い。州の中心的な川はストルマ、ストルーマ、川であり、その支流にはトレクランスカ、ドラゴビスティツァ、ビストリツァ、スロコスティツァ、ノボセルスカ、ジェルマン、リラといった川がある。地下水位は比較的高い。 キュステンリルシカメニチカスカカビサムラ、コメニシカ、スコカビーツェでは、ゴレミドル、ゴラマイドール、川が落差70メートルの滝となって流れ落ちている。デア工房、大工ボ、ベルシン、バーソン、ドレノフドル、ドレネブ、ドール、バグレンツイ、バグレンツイ、の川と人造庫は主に灌漑に使用されている。森林の多くは落葉性であるが、信用樹も存在する。ガブラ、ガブラ、 自然保護区はヨーロッパ黒松 P ニュースニッヒラの原生林である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。